中祐二は、大阪府平方市出身のゲームクリエイター。株式会社プロペイ代表取締役社長。ソニックシリーズとファンタシースターオンラインの制作者。大阪府立西野田工業高等学校電機科卒業。1984年、セガ入社。当初はゲームプログラマとして活躍し、その後、ゲームプロデューサーとしてソニックチームを率い、 後にソニックチーム分社化により代表となった。セガ、R ・ R&D クリエイティブ・オフィサーとなる。2006年5月23日、セガのゲームクリエイター独立支援プログラムを受け、株式会社プロペを設立し、代表取締役社長に就任した。資本金は1000万円で、セガの出資比率は10%。社名であるプロペとは、ラテン語で、 すぐそばに近い将来にという意味であり、ゲームエンターテインメントをもっと身近に、消費者と自分たちがより親密に、未来へ向けたエンターテインメントの創造という思いが込められている。直接携わった初期の頃の作品では、プログラマーとして参加、スタッフロールのクレジットには、ユージの名前をもじったユーニと表示されている。入社してすぐに制作した作品は、 ガールズガーデン。新人研修用で制作した作品だが、完成度が高いため、製品化される。また、当時サードパーティ向けのハードウェア使用書などが不十分で、あったことから、外部制作ソフトの開発支援なども担当していた。北斗のケニや、ワイヤーフレームやポリゴンを用いずに 3D ダンジョンを滑らかに動かしたファンタシースター等でメインプログラムを担当。 代表作はメガドライブ用ソニック・ザ・ヘッジ・ホック。メインプログラマーとしてはクリスマス・ナイツまで活躍。ソニックシリーズ以降近年はプロデューサー的な立場として作品に関わることが多い。本人はオリジナル作品を作りたいとしている。任天堂はセガがゲームハード製造を行っていた頃のライバルであるが、中自身は任天堂に対して好意的であるという。 セガのニンテンドーハード参入及びゲームボーイアドバンスのローンチタイトルとしてチューチューロケットを出したりファンタシースターオンラインを当時ハードシェア主義だった PS2 ではなくゲームキューブに供給したのも中及びソニックチームの意向だったためとしている。ニンテンドーの小岩田聡社長とも交流があり互いに開発部署を視察した経緯もある。ソニックシリーズもニンテンドーの スーパーマリオブラザーズの完成度を認めた上で、彼なりに、それを超えるゲームを目標として作られたという。中が希望した、自身の手掛けたキャラクターであるソニックの、ニンテンドーゲーム出演は、セガ在籍中に叶なわなかったが、プロペ設立後に、マリオソニック AT、オリンピックシリーズなどで実現した。また、中自身は、2011年発売の、Wii リモコン。 プラスバラエティの開発において、正式に任天堂と共同開発を行うこととなったが、それ以前にも任天堂宛てに企画書を提出したことがあったことを明かしているが提案したほぼ同内容の企画に敗北していたが、期間ギリギリで制作した新企画でどうにか採用された。既婚者で子供が二人いる。またロータスカップ、ジャパンなどにも参加するなどレースでも活躍している。 2018年1月にスクウェアイニックスへ移籍したことを発表した。スクウェアイニックス在籍中はディレクターとしてバラン・ワンダー・ワールドの開発に携わった。2021年4月末をもってスクウェアイニックスを退職。ありがとうございます。